皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎっこちゃんです。だー、さあ今回なんですけども、ブレイド&ソウルレボリューションやっていきたいと思います。最新ゲームよ、最新ゲーム楽しみだねー。さあまずはなんですけども、このゲームですね、ギコちゃん大好き。もうこのなんて言うんだろう、昔の中国みたいな、そんな感じ、なんか懐かしいというか、俺の子供の頃よく見てたさ、こう中国の映画みたいな、そんな感じよ。音楽もいいのよこれ、とにかく。そう、まあここちょっとダークなとこだけどね、これ亡者の森ってぐらいだからダークなとこなんだけども、さあ早速やっていきましょう。新しいキャラクターどんな風に作るのかってとこちょっと見ていこうか。さあというわけで戻ってまいりました。ギコちゃんはね、今このごっついね兄ちゃんでやってるわけですけども、別にその作成が可能なんで、ちょっと作成してみましょうか。いろんなキャラクターいるのよこれ、うん、可愛いキャラクターもいるのよ。ほら可愛いじゃん、早速いきなり可愛いやん。剣術師は多様な戦法で攻撃を繰り出します、うん、敵の攻撃を防いだり弾いたり、うん、遠くにいる敵を相手に攻撃するなど、うん、どのような状況でも対処できます。おお、防御と攻撃が続く武功を使いたければ、うん、剣術師の道をおすすめします。だそうです。剣術師だと、まあ、ジン・ゴン・リン・クンっていうね、この種族がいるんですけども、それぞれ職業を選ぶことができるんですよね。例えば今だったら剣術師で、剣闘士も選べるね、これ。おお、あ、かっけえ、かっこいいね。ゴンの剣闘士、そう、チャンギコはこの剣闘士の違う方、滅祭師っていうのかな、これかな、これ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 、かっけえ、最高。だからもう近接タイプですよね。じゃあ次はリンいってみようか。リンは、あ、魔導士のみだ。ああ、あ、はいはいはい、かわいいね。そういうことだね。キリンの力を受け継ぐ愛らしい容姿のリン族だって。じゃあ最後クン見てみようか。ポンとな、かっこいいじゃん。え、クン族かっこよくない、かっけえ。クン族めっちゃこっち見てるけど、魔導士、わ、お姉さんキャラだね。おー、まあギコちゃんが今使ってるキャラクターがどっちかっつったらおっちゃんだから、ちょっと女性のキャラクター、ちょっと作ってみよっか。次へ、これね、見た目も変えられるのよ。髪型がめちゃめちゃいっぱいある。 A から Q まであるからね、一個一個見ていこう。ああ、なるほどね、はい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 、いや、すごい使えそう。はいはいはい、まあいいや、これにしよう。これが一番なんかベーシックな感じしない？いろんな髪の毛の色がある。赤はやっぱいいけど、どうだろうな。あ、金がベストなのかな。いや、ギコちゃんは黒でいくわ。うん、黒髪でいくわ。顔も変えられる。見てみよう。またこれ R まである、こっちは。すげえ。あ、だいぶこっち側の、あ、幼かったの少し。ちょっと人と見ていこうか。うんうん、なるほど。うん、はいはいはい、なるほどね。あ、いいね。でもデフォルト一番なんか美人感ない、これ。あ、でもこっちにしよっか、せっかくだから。ちょっと変えてみようか。 B にします。日焼けあんまり得意じゃない人の日焼けみたいになってるぞ。体型スタイルよ。あ、ちっちゃくなるのね、はい、足なけ。こんな感じね。詳細設定、あ、頭の大きさも変えられるんだ。ちっちゃ、だいぶ変えられるんだこれね。まあこれも普通ぐらいでいっか。すげえな、腕の長さ細か。おお、すげえ。衣装がかっけえこれ。まあ、こんな感じで、まあ、キャラクターは作れますよという感じみたいですね。じゃあちょっとこのキャラクターは今回使わないんだけども、さっき作ったギコちゃんというキャラクターを使って実際にちょっとどういったゲームなのかだけをちょっと軽く紹介していこうかなと思います。さあ戻ってまいりました。ギコちゃんね。かっこよくないこれ。じゃあこれゲーム開始しますよ、ポチッとな。さあそんなわけで、まあ結構、まあちょこちょこ進めたんですけども、このゲームね、アクション性すげえのさ。まあ斧を構えて、まあ右下のね、スキルをいっぱい使うことができるんですよ。応じたものを使ってもらえれば、まあ、結構ダメージはいろいろ出ると思うんですよ。例えば普通に切るんだったら、切れ、切れんじゃん。いて、いて。で、これ、避けたりもできるのよ。いて、こんな感じで。よいしょ、つって。これ右下の攻撃マークの右下、今878になってんじゃん。これうまく使ってあげて避ければダメージもだいぶカットできるという感じですね。よいしょ、やっちまうか。せい、いける、全然いける、全然いける。せい、はい、こんな感じで、
まあ、倒すことができますね。まあ、コンボだったりとかもやっぱり気にしつつやってあげれば大ダメージが稼げるという感じですね。でボス戦とかになってくると結構さっと相手の後ろに回り込むと、これマジ大事ですね。うまく活用してやるとかなり敵を倒しやすくなるかと思われます。あとね、移動手段が結構面白くて、傾向っていうのがあるんだけど、この今の状態で見てみると分かるんだけども、右下にジャンプとダッシュみたいなボタンあるじゃん。左下がダッシュで右上がジャンプみたいな、ジャンプ、そう、左下がダッシュ、これやりながら走ると走るよという感じだね。これなしだと普通にこう走るぐらいだね。あんまり速度はない、普通に走る分は。これダッシュ中にジャンプするとすげえ速度で前に行くんだよ、さあっつって。これやってみるよ、いくよ、せいとー。これ何回もできる、本当に。よしましたね、よいしょよいしょよいしょ、何回でもできる。これね、これすごいな、高いところにも一飛びだからね、これね。いや、この世界観よくね、しかも。よっこいしょ。これでだいぶ、水の上を走ったりだったりとか、なんて言うんだろう、崖のところから向こう側にこうジャンプできたりだったりとか、いろいろ移動手段として選べるみたい。で通常の場合もある。ダッシュしてなければ、そう、こんな感じ。こんな感じ。飛ぶこともできるよと。いや、すごいですよ、この傾向っていうのは。さらに右下の宿地、かっこ移動ってやつ使えば、行ったことのある街だったりとかに移動することができるんで、結構移動手段は様々あって、便利でございます。ちょっとせっかくだからさ、この副支部長議員番が倒しに行こうか。さっき負けたんだよ、これね。早速宿地使います。ジョマースビュー、行くよ。さっき負けたかな、これ。これ、うまく、避けたりしながらコンボで行くわ。行きますよ。まあ、とりあえず、オートで戦えるんで、基本はね。うん、自分でやってもいいんだけど、オートがあるから非常に戦いやすいと。さあ、ちゃんと避けながらやるよ、俺は。敵の攻撃範囲がこう見えてきたら大ダメージだから、ちゃんと避けてあげた方がいい。それだけちょっと気にしながらやってみよう。さっき負けたかんな、これ。あれ、合わせ技ね。 OK。 おらおらおら、この野郎。多分ね、これ中ボスだと思うんだよね。強えのさ、こいつが。金番が、さっき負けたんで、さっきも言ったけど攻撃力が高すぎんじゃん。これ技来たら逃げる、 OK。 今の感じ、今の感じ、今の感じで、正面の範囲攻撃が見えたら避けると。なんだこれ、え、あ、やべやべ、まあまあまあ、ちょっと食らってるけど、まあいいか。まあまあまあ、これはいいとして、さあ、これが出たら横にジャンプ、あ、後ろか、後ろにジャンプ。いやー、これ最高ですね。この感じだったら倒せるんじゃないの、頼むマジで。よしよしよし、いけるぞ。だってもう半分じゃん。あ、これもちゃんと避けていくスタイル、よいしょ、ダウンしやがれ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、これ倒せるぞ。まあこれはいいや、これはしょうがない。うん、これは許容範囲で許してて、銀番がよ、やべ、これは避ける、そう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 、いいぞいいぞいいぞ、戦えてる戦えてる。さっき負けたのに嘘かのように戦えてるわ今、素晴らしい。よこしおち、え、凶暴か、よけろ、よし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 、危ない危ない、倒せる倒せる、あとちょっとだぞ、頼むって。ああ、こいつ強えんだわ。よし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 、いいぞ、そろそろ正面の声来るで、ほら、せい。完璧じゃねえかこれ。結構完璧じゃないこれ。おお、倒せる倒せる倒せる、なになに、どうしたどうした、ピンチピンチピンチ、なに急に、どうした、え、急に、なに急に、怖いんですけど、何ですか、あなた倒した、シャレー、まだ薬の効果が、さっきね、こいつ倒れてたからな、それでもこの強さがやべえな。一回スキップします。オッケー、無事に倒すことができました。ブレイド&ソウルレボリューションなんですけども、10月の24日にリリース開始みたいで、今日でも事前ダウンロードができるようになっております。で、それは概要欄からダウンロードできるようになっておりますので、ぜひぜひね、明日に備えて先にダウンロードして、みんな待っててくれよな。はい、そんなわけで、もう一本動画出ますから、皆さんお楽しみに。そんなわけで、以上、ギコちゃんでした。バイ。たとえ雨が続いても、僕らならいつ
晴れ間。